こんにちは。今日は無料大好きな人は危険な件、こちらお話ししていきます。今回は無料サービスが大好きな人へのメッセージです。今社会全体が変わろうとしています。不当に抑圧されてきた労働環境を変えて、生活苦の人たちを転換させようとする力が働いています。企業も労働者や下請け会社、仕入れ先の無料奉仕を強要してきた過去とは変わり、見える化により搾取が難しくなっていきます。つまり無料の何かは誰かの犠牲の上に成り立つサービスとなっていたのです。仕入れ先が利益を削り、社員の給料を減らしてサービスをつけていたり、無料の特典は社員の労働時間を増やし、生活力を搾取してお客様へサービスしてきたのです。広告費として上乗せてきた時代は終わってきました。原材料費から何から見える化されている社会へと変化してきていますので、お客様は商品の値段を想像できるようになっています。ですから値上げが今後増えていきます。他国との差も値段に反映されますが、先方の国の労働者への低賃金は他国の税収を減らし、国力を下げる要因にもなります。今私たちがすべきは欲、囲い込み執着する欲と欲、必要消費欲の違いを見極め、不要なものは買わずに待つこと、企業が体力をつけ社員の給料を上げ、次の段階に来る新たなサービスを受けることです。この循環を無視して無料サービスを強要する人は破壊のエネルギーを秘めています。あなたに無料のサービスを望む人は、あなたの何かを壊すエネルギーをぶつけてくるので、必ず断ってください。これは家族でも親戚でも同様です。地域のコミュニティでも一緒です。無料好きのおばさんやおじさんは特に気をつけましょう。まとめ、無料サービスが好きな世代は、裏に詐欺まがいの案件が隠れていることがある。単純に告知として無料サービスをする企業もある。無料のサービスの裏を見定めて、自分に合ったサービスを受けよう。はい、こちら今日はお話ししていきます。無料大好きですよね。絶対に無料の方がいいとか思ってますよね。昔、ただより高いものはないという言葉が流行っていて、よく親に言われました。あなたね、ってただより高いものはないのよって。必ず何かあるんだから、やめなさいって言われましたね。ただまあ、いろんなね、企業同士の戦争とか戦略、争い、まあ競争が激しくなって、うちがね安くするとあちらが無料サービスしてくるみたいな、競争がどうしても過激になって無料サービスが増えた点もありますね。で、提供する側ではなく受ける側ですね。先に受ける側の話をしますが、絶対の無料の方がいいのは分かってます。しかし、この無料の何かを提供するために、裏に無料によって搾取されている人たちがいる。労働力、生活力、給料、心、いろんなものがね減らされて、ここにあなたへの無料のサービスが発生するんだってことは気づいてください。で、これ逆に無料なものが手を出さなくなると、企業もだんだんこういったサービスは減ってくるんじゃないかなと思うんですよね。
安いから無料だからといってね、そればかりをおねだりすると、きちんとした商品が成り立たなくなっていきます。これじゃあどうすればいいの、生活できないよ、給料安いのに、というね声が聞こえてくるんですが、お金というのは必ず必要な分は回転していきます。もしあなたが足りないと考えるなら、どこかで抜けているんですね。自分では必要だと思っていたのに、実はこれ必要じゃなかったというものがたくさん隠れています。これが真ん中辺。今私たちがすべきは欲と欲の違いを見極め、不要なものは買わずに待つこと。この欲、初めに書いた下に心の書いてある欲というのは、その欲です。これは買ったら満足、手に入れたら満足という欲になります。で、買わないと欲しくて欲しくて仕方がない、執着があって、どうしてもあれが欲しい、私には必要なのよと言って買ってしまうけれど、買ってしまったら満足しても使わないというのが、その思考から来る欲です。これに対して王の時代の欲は必要消費欲、これはこれがあると私は幸せなのよね、欲しいのよねと言って買ったものを大事に大事に使う。これがあるから幸せだわ、癒されるわ、私これ好きなのよねって感じることがいつまでもできるもの、これは下に心のない王の時代の欲です。王の思考の欲はぜひどんどん購入してください。あなたを豊かにします。買うことによって豊かにするんですね。例えば買うことによって金運が上がって、後に給料が上がるというつながりがあります。逆にその欲、下に心のついた欲、囲い込み執着する欲ですよね、これはお金を使えば使うほどどんどん出ていきます。だから毎月給料が足りない、入ってきたものでは生活できない環境にいる人は、確実にこのその欲が多いです。もう一度自分がどんなものを買ってきたのか、どうやってお金を使ってきたのは、立ち止まってゴールデンウィークにね、ぜひとももう一度考え直してみてください。意外と食べ物だったら、これは必要だからといって買ったものが溢れていて食べずに放置されているっていうことがありますよね。洋服も着ないで放置されている、または同じような洋服ばかりで毎日違う服を着ているのに同じ服にしか見えない、だから着ないものも増えてくる、ね、こういったものが発生します。着ないものは早く処分しましょう。で、この物というのは非常に厄介で、物が欲しい、買いたいという欲と、欲しい、安く欲しい、捨ててあるものでも欲しいという欲に駆られてる人っていうのは、もう器、ペイと呼ばれる自分の肉体を覆う、自分を守るべきね、器がひび入って割れていて、ここからどん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 お金が出てってしまいます。心も満たされていく心も出てってしまいます。人との欲、今回はこれ無料のサービスなんで、お金ということで話しましたが、人から得るサービスもどんどん出ていってしまって、されたサービスに満足ができない、もっともっとサービスしてくれという感情になってしまうんですね。で、後半、家族でも親族でも同様です、地域のコミュニティでも一緒、無料好きのおばさんおじさん気をつけましょうと書いたのは、会社、その企業が提供する無料のサービスではなく、お金を本来払う払わないが発生しない家族間の愛情のやり取りあるじゃないですか。これで無料を要求してくる、もっとやってもっとやってもっとサービスしてもっと私を楽させてという人が中にいますよね。特に夫婦でというのもありますが、親子とか親戚でね、親戚の人何でも持ってってしまうってね、これちょうだいあれちょうだいって何でも持っていく人も中にはいますよね。
こういう人には特に気をつけてください。あなたの何かを壊すエネルギーをぶつけてきますということでね、破壊のエネルギーを持っています。こういう人とはなるべく会わないようにする。会ってもごめんなさい、今連絡来ちゃってるんでと言ってさっさと逃げる、話をしないというのが大切です。でまとめ、無料サービスが好きな世代は裏に詐欺まがいの案件が隠れていることがある。これはですね、一時流行った全国を横断していく、ただであげますよと、お醤油あげますよとか、ティッシュあげますよとか、ドリンクあげますよと言って年配の人たちを集めてセミナーというか講習をやって、裏に健康食品何十万っていうのをね買ってもらうっていうのがあったんですよね。だから何でもかんでも無料のサービスに飛びつくと、気づくと何百万ってお金がなくなっているということがあります。単純に告知として無料サービスをする企業もある。これはもう本当に企業としての宣伝の一環だと思うんですね。セブンイレブン、コンビニなんかでよくやるじゃないですか。これを1本買うと1本無料とか、これを買うと何月何日から何月何日まで無料でこれを差し上げますとか、こういったものがそうですね。新しいものを知ってもらおう、今売れないものを無料で飲んでもらって気に入った人は買ってもらおうというね、意図があるならこれはまたいいんじゃないかとは思うのですが、これやりすぎると企業側も社員の給料を削らないと持続できないという結果になりますよね。無料のサービスの裏を見定めて自分に合ったサービスを受けよう。自分にとって必要だなと、この無料のサービスはちょっと受けてみたいなっていうものはいいんですが、何でもかんでも無料にならないの、安くならないの、これもっと何とかしてよというね、相手を困らせるようなサービスを望むのはその思考ですよというお話でした。今日はここまで。またね。